スからやってきた国章、この男が噂のロイヤルブラックスワン、カーラノワール、慈悲 DDT ユニバーサル王座挑戦者です。ここで宝須がカットに入る。クリス・ブルックスが来る。危ない、小島と危ない、危ない、ナダレスキー、オーバーキャノンボール450、上田のミサイルキック、カーラノワール突っ込んでくるところに上野のエルボーパット、まるでカポエラのような動き、ね、はい、なんという身体能力。そしてジョン・ウー、試合権利があるのは小島遠いだ。それを逃してなかった。さあ見せるか、パッケージ、バックに回っていく、逆水平チョップ、マシンガンチョップ、小島遠い、カーラノワールからダウンを終えました。そこで来ると、なんだなんだこの入り方、スリーパーの喉目差し、すいません、カーラノワール、ウェルカムトゥ DDT。 Just one match, but I know you are strong, you are beautiful. でも、but I'm universalチャンピオン、ネクストウィークよろしくね。カーラノワールの目的はただ一つ、上野の持っているこのDDT ユニバーサル王座をイギリスに持ち帰ることです。守りきれるか上野勇気。いや、突然ね、名前が上がったこのチャレンジャー、まあ、入場という部分に非常にクローズアップされていたんですが、いわゆる出落ちかななんて思ってましたけども、ふさわしい、間違いなくチャレンジャーとしてふさわしいレスラーです。いや、飯塚さん、はい、世界は広いですね。広いですね。もう想像できない、あ、こんな技もするんだっていうのがどんどん出てきて、いや、次の2人の試合がすっごく楽しみになりました。楽しみですよ。なんか最初出てきた時はね、何かそのブラックスワンのコスチュームといい、このメイクといい、まあ、ちょっと色物的なものを期待していたんですが、逆に今このカーラノワールのこのパフォーマンスは彼の強さの凄みとなっています。いや、もう DDT ファン一発で掴んじゃいましたね。掴みましたね。